はいどうも皆さんこんにちは、パセイヨです。それでは今日もやっていきましょう。東大卒会計商社マンがファイヤー戦略について語るパセイヨのファイヤー教室。今日のテーマはイデコってお得なの？今の節税と逆に将来の課税どっちがいいの？年収年齢働き方別にシミュレーションしましたというテーマでやっていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日はイデコですよ。イデコ皆さん覚えてますか？簡単にメリットとデメリットちょっと復習しましょうね。メリット、イデコって3つあるんですよね。まず1つ目が拠出時、入金するときですよね、現役時代に。この時にこの掛け金全額が所得控除になって税金がお得だよっていう話。それからメリットの2つ目が値上がりしたとしてもその運用益っていうの、普通だったら 20% 税金かかるところが非課税だよっていうのが2つ目。で最後3つ目が受け取る時にも税制優遇が使えるんだよ。退職所得控除とか公的年金等控除とかっていうのがあるんだよ。どうですかねこれ聞いて。3つ目がうんって感じで、逆にデメリットは何かっていうと、この唯一にして最大のデメリット、60歳まで引き出せないっていうところ。もう1回入れちゃったらもうあとは鍵をかけて60歳まで待つだけっていうところで、ちょっと怖いっていうのがありますよね。でこれ聞いて皆さんどうですかね。よくこんな意見ありますよね。これ受け取り時に節税ありってメリット3って言ってるけど、これ裏を返すとせっかく拠出時に節税になっても受け取り時に税金がかかるってことだよね。これじゃあデメリットじゃん、もうイデコ意味ないじゃん、こうやって思ってる人が結構多いんだと思います。つまりこれメリット3って書いてるんですけど、実はこれデメリットだよねって考えてる人多くないですかね。はい、ということで今日はここに注目して、メリット1ですよね、この拠出時の節税効果と、そしてまあメリット、デメリット3、この受け取り時には税金がかかる、税制優遇があるとはいえ受け取り時に結局税金がかかる、じゃあこの拠出時の節税効果と受け取り時の課税どっちが大きくてだからお得なのどうなのっていうのを、いろんなパターンでシミュレーションしようっていうのが今回の動画の企画です。ということで最初に結論です。ドン。はい、イデコ推奨な人、イデコ非推奨な人ということで、まずどんな人にイデコがおすすめかというと、60歳まで資金枯渇しないめどが立っていることを前提に、所得がある人はその大小問わず全員と書きました。まずこの前提、これなんだよって感じですよね。まあ確かにイデコのデメリットとして60歳まで引き出せないっていうのがあるので、この前提なんとなくわかるけど、これなんやねん具体的にっていうのは最後に説明します。大事なことはこの前提条件が成り立っている限り、所得がある人っていうのはその大小に関わらず全員イデコお得だよっていうところですね。じゃあ逆にイデコ非推奨の人はっていうと、そもそもこの前提がない人、それから所得がない人っていうのはイデコはちょっとお勧めできないかなっていう感じです。この結論にたどり着くまでに、この動画ではこの後ですね、様々な年齢や収入や働き方でシミュレーションをして、こんな風にそれぞれのパターンで節税の効果と将来の課税を比較していきましょう。ということで本日の流れです。まず最初、いきなり具体例早速見ていっちゃいましょうね。やっぱり具体例あった方が分かりやすいですからね。まず最初は A さん、この人30歳で400万ぐらい稼いでる個人事業主を最初例にとって考えていきます。いきなり個人事業主なんだよ、俺サラリーマンなんだけどっていう人も基本一緒なんで、まずこの人見ていってください。なんで最初個人事業主にしたかっていうと、個人事業主の方が掛け金の上限っていうのが大きいので、イデコやってない場合とやった場合の差が分かりやすいんですよね。だから個人事業主にしてますけれども、サラリーマンも考え方同じなので一緒にこれ見ていきましょうね。でこの A さん、現役時代の節税額は、で最後受け取るときにどれぐらい課税されるの、だから結局イデコお得なのっていう流れで見ていきます。でその後に注意点っていうことで、まさにさっき話したようなイデコおすすめの条件っていうのありましたよね。その条件の中身をちゃんと詳しく見て、あとはこのシミュレーションで使ってる過程ですね、将来のイデコの受け取り方の過程についてお話をします。でその後にいよいよいろんなパターンのシミュレーションの早見表を皆さんと一緒に確認していきたいと思います。で動画の最後ではですね、注意点2っていうことで、まあこの一連のイデコに関するお話の中で皆さんのファイナンシャルリテラシーが上がるようなところっていうのがいくつかあるので、それについて最後私が話していきたいと思います。でこれを1回の動画でやるとすごく長くなりそうだったので、今回パート1ということで前半この2つについてお話をしていきたいと思います。近日中にパート2も上げますので、もしチャンネル登録まだの方いらっしゃればチャンネル登録してお待ちいただければ嬉しいです。はい、ということで A さんの具体例見ていきましょう。 A さんの設定はこうですね。30歳で今の稼ぎが400万円で、
個人事業主です。この A さんをまず見ていきましょう。もちろんこの後いろんなパターン見ていくんですけど、まず A さんで見ていきましょう。で、この粗利益、稼ぎ400万円ってなんだよって思われた方、ちょっとここで説明していきますね。はい。個人事業主の場合なんですけれども、売上だけ見ていてもしょうがないっていうことなんですよ。例えば、背取りをされている方、ね。俺、年収1000万円あるんだぜって言われた時に、お、すごいな、1000万円かって思うかもしれないんですけれども、これが背取りビジネスだったら、1000万円の売り上げがあったとしても、例えばその売り上げを出すために600万円で物を仕入れているとしたら、実際は1000万円からこの売り上げ原価ですよね。この仕入れ代600万円を引いた残りは400万円じゃないですか。だから、俺年収1000万円だぜって言っても実はその人の稼ぎって400万円ぐらいですよね。で、一方例えば YouTuber って年収俺400万円なんだよねって聞くと少ないって思うかもしれないですけれども、 YouTuber って売上400万円の場合売上原価がほぼないので、売上イコール粗利益ってことで、売上400万の YouTuber って粗利益400万、だからさっきの年収1000万円の背取りをやってる人と同じぐらいの稼ぎって思いませんか？そうなんですよね。だから個人事業主の稼ぎの規模感を見るには粗利益っていう手法がいいんで、ここでは粗利益が400万円だよっていうことで理解いただけたらなと思います。で、サラリーマンの場合っていうのは売上原価ありませんから、サラリーマンの場合はまあ年収イコール粗利益みたいな風になりますよね。はい。で、ここからなんですけれども、今日イデコっていうことで、イデコは節税の話だから税金の話をしなきゃいけないので、ちょっとここから税金の話になるんですけれども、頑張ってついてきてくださいね。はい。じゃあこの A さん、粗利益400万円稼いでる A さんって税金どれぐらい払うのっていうと、税金ってこの粗利益に対してかかるんじゃなくて、ここからいろんなものを引けるんでしたよね。で、引けるもの、まず一つ目が経費と青色申告控除って書いてます。もう難しいって思うかもしれないんですけれども、ちゃんと説明していきますね。はい。個人事業主の場合っていうのは、そう、経費が引けるんですよね。例えば今住んでる家の家賃のうち半分ぐらいを個人事業で使ってるっていう場合は、家賃の半分を経費として差し引くことができるんですよね。他にも通信費だったり、あとは、まあ、友達と飲みに行くっていうのはダメですけれども、取引先と一緒にご飯を食べた時のそのお食事代とか、こういったものを経費として差し引けるんですよね。で、当然これって人によるんで、今いくらっていうのは分かんないんですけれども、このシミュレーションではこの粗利益400万円の 30% ぐらいを経費として計上してる。だからこの場合120万円っていう風にしています。で、青色申告控除っていうのは個人事業主の人みんなに認められている65万円の固定の、まあ、経費みたいなものなので、合わせて185万円が粗利益から差し引かれて、この A さんの、まあ、事業所得ですねっていうのは215万円だよっていう風に低く低く見せることができるんですよね。で、ちなみにサラリーマンの場合はこの経費っていうのが認められていなくて、青色申告控除っていうものの代わりに給与所得控除っていうのがありますよね。ただやっぱりサラリーマンの場合、ここの下げ幅っていうのが少ないんですよね。給与所得控除、年収400万円のサラリーマンの場合、給与所得控除ってだいたい120万円ぐらいなんで、やっぱり個人事業主の方がいっぱい節税できるっていう感じはしますよね。はい、すいません、少し余談でしたが、で、この事業所得からさらにこれですね、所得控除っていうものが引けるんですよね。はい。で、これは何かっていうと、例えば基礎控除。我が家ではこのことをおにぎり代って呼んでるんですけれどもね。人がみんな生きていくためには必ず食べなきゃいけないじゃないですか。で、その食べるときにお金を使うんだから、その分はじゃあ、まあ、費用みたいな形で認めてあげましょう。所得から差し引いていいですよ。国が認めてくれているもの。なので、私たち家族の間ではこの基礎控除のことをおにぎり代って言ってて、おにぎり代48万円って覚えてます。はい。で、あとは社会保険料控除っていうことで、まあ、年金とか健康保険料を払ったら、それも所得から差っ引いていいよっていうことで、A さんの場合、まあ、国民年金は全員共通で年間だいたい20万円ぐらいで、で、A さんのこの年収ぐらいの場合だったら、国民健康保険料ってだいたい22万円ぐらいになるので、全部合わせると100万円ぐらい差っ引けるよっていうのがあります。で、ポイントはですね、このイデコ控除って書いてるんですけれども、このイデコ控除っていうのもここで差し引けるっていうことなんですよ。だからイデコをやるとこれをさらに抑えることができるので、課税所得を少なく見せることができる。税金っていうのはこの課税所得に何パーセントっていうのをかけて計算するので、これが少なければ少ないほどお得っていうことなんですよね。はい。で、ちなみにすいません、イデコ控除って言っちゃったんですけども、正式名称はですね、小規模企業共済等掛け金控除みたいなのがあるんですけども、分かりにくいんでこの動画ではイデコ控除って呼びましょう。はい。ということで、 A さんの所得税っていうのはこの125万円に何パーセントっていうのをかけて計算するんだよっていうことなので、この次のスライドで、じゃあイデコをやった場合とやってない場合、税金ってどうなるのっていうのを見ていきましょう。
はい、じゃあここのスライドではその A さんが現役時代、今30歳なので60歳までの30年間入金していく時の節税効果を見ていきましょう。まずイデコなしの場合、こんな感じですね。先ほど見た通り粗利益400万円から経費と青色申告控除を引くと事業所得は215万円、そこから所得控除として、基礎控除と社会保険料控除を引くと課税所得は125万円で、この場合税率っていうのは所得税 5% と住民税 10% なので 15% ということで、 A さんは1年間で税金19万円ぐらいかかるよっていうことなんですよね。で、これがイデコをやるとどうなるかというと、ここの社会保険料控除までは同じで、でここですね、イデコ控除っていうので一気にドンと引けるんですよね。はい、個人事業主の場合、月額最大 6.8 万円までイデコに入金していいよって言われてるんですよね。つまり年間に直すと82万円で、その入金した金額全部控除していいよっていうのがイデコの最強のメリットなんですよね。なので82万円も引くと課税所得ってさっき125万円もあったのに僕43万円しか稼いでないんです、だから 15% かけても税金で7万円しか払えませんって言って、さっきまで19万円だった税金の負担が7万円になんと12万円も節税できてるよっていうことなんですよね。はい、でこれを30年間もやると360万円も節税になってすごいよねっていうのがイデコのメリットなんですよね。でもちろんですね、上限は月 6.8 万円なんだけど、中にはいや俺そんなにできないよ、月3万円ぐらいが限界だよって人もいると思うんですけれども、もちろんそれはそれで結構です。今日比べてるのはイデコやった方がいいのかやらない方がいいのかっていうことなので、イデコをいくらやろうがその結論は変わらないんですよね。もちろんイデコが得なんだったらできる限りやった方がお得っていうことになりますけれども、必ずしも無理してこの上限までやらなきゃいけないっていうわけではないので、そこまでできないよっていう方も安心して聞いていってください。でこれの本質はっていうと、ここちょっと大事ですよ皆さん。例えばこのイデコなしのパターンの人も、投資やってもいいんですよ。例えば特定口座で同じく年間82万円投資やるとするじゃないですか。ただその人ってのは82万円を払って82万円の株を買うことができるんですけれども、このイデコ口座だったら常に 15% オフのバーゲン価格で株が買えるよみたいな感じ。82万円出すんだけど同時に12万円戻ってくるから実際70万円っていう15% オフの価格で82万円分の株が買えるよっていう、そんなイメージで理解いただけたらいいのかなと思います。これが現役時代です。はい、では続いてこの A さん60歳になりました。じゃあイデコを受け取りましょうっていう時の話をしていきます。一括で一時金として受け取ることを前提に話していきますね。で皆さん受け取りの時の税金って多分あんまり考えられたこと少ないと思うので、今回ちょっと簡単にするためにまず運用利回り 0% として入れた金額がそのまま返ってくるっていう前提で話しますね。もちろんこの後 5% で運用できた場合っていうのを話すんですけれども、まず 0% いきましょう。でイデコなしの場合は当然何も入れてないんで何ももらえない、だから何も税金払わなくていいってことですね。でイデコやった場合どうなるかっていうと、82万円毎年30年間やると大体それって2500万円ぐらいになるんですよね。で、運用利回り 0% してそれがそのまま返ってきましたっていう時ですね。で、この2500万円に税金がかかっちゃうんですけれども、例の税制優遇が使えるよっていう話。で、この場合どんな優遇税制があるかっていうとですね、まず退職所得控除っていうことで、この2500万円から1500万円も差っ引けるんですよね。この1500万円ってどうやって計算するかっていうと、イデコを積み立てている間にですね、毎年毎年この控除枠っていうのが蓄積していくような感じなんですよね。最初の20年間は毎年毎年40万円積み上がっていって、で21年目からはその毎年の積み上がり方が70万円にベースアップするような感じなので、30年間やると合計で1500万円も控除できる枠がゲットできるんですよ。なので2500万から1500万を引いた1000万円、これに税金がかかるかと思いきや、さらにこれを半分にしていいっていうのが退職所得の扱いなんですね。だから2500万円ももらっても実は税金がかかる部分っていうのは500万円だけなんだよってことで、かなりお得に見えませんか？はい。じゃあ500万円にどれぐらい税率がかかるのっていうと、これはこの超過累進税率表っていうやつですね。この所得が多ければ多いほど税率も上がっていくっていうことなんですよね。で、500万円の場合っていうのはここですかね、上から3番目になるんで、所得税は 20% ですね。で、住民税 10% と合わせて 30% かかるよっていうことで、だいたい税金って107万円ぐらいかかりますよってことなんですよ。
はい、でね、退職所得控除結構お得でしょって言ってきたんですけれども、いやいや税率これ 30% もかかってるじゃないか、高いよって思われる方安心してください。これ500万円に 30% がかかってるだけですから、これね、もともと受け取った2500万円に対しての実効税率っていう考え方をすると、107万円割る2500万ってことで、たった税率 4% なんですよね。だから退職所得控除って税金かかるけどすごい低いから安心してねっていうことなんですよね。はい、じゃあこの A さん、30歳から生きていって60歳でiDeCo受け取りました。結局通算したらお得だったのどうなのっていうのを見ていきましょう。まずは現役時代の30年間ですね、拠出時、この時iDeCoやってないと何も節税効果は得られませんでしたが、iDeCoをやってたら毎年12万円の30年分で360万円の節税がありましたよね。まあ別の言い方をすると、拠出額30年合計で2500万円を拠出したんですけれども、でその時ずっと税率が 15% だったとすると、その360万円が節税できたんだよっていう考え方もできますよね。で一方、60歳で一時金として受け取りました。その時にじゃあ税金どれぐらいかかったかっていうと、iDeCoなしは当然ゼロで、iDeCoがあった場合2500万円も受け取るんですけれども、さっき見たように実効税率っていうのはたった 4% ぐらいでしたよね。ということで受け取り時の課税ってたった107万円なんですよ。なのでこれら2つを合計すると、iDeCoありの場合っていうのは30歳から60歳までの期間を全部合わせると253万円も税金がお得になったっていうことなんですよ。で、この253万円の意味なんですけれども、これはですね、現役時代30年間かけて2500万円を積み立てるときは、その時は 15% の割合で節税ができた一方で、最後受け取るときは 4% だけ課税される。はい、節税の時は 15% っていう高めの税率で、課税の時は 4% っていう低めの税率だから、その税率差の 11% 分だけお得になったよっていうことなんですよね。はい、ということでこの A さんについてまとめると、iDeCoをやると受け取り時に課税はされるものの、拠出時の節税効果の方が大きい。なぜなら受け取り時の税率、それは 4%、 それよりも拠出時の税率 15% の方が大きいから節税効果が大きいんですよね。ということで A さん、この条件ではiDeCoがお得だったという結論になりました。はい、ということで皆さん、ここまでようやく来ました。だいぶ疲れましたかね。はい、でここからですね、運用利回り 5% だった場合どうなのっていうのを見ていきたいんですけれども、まあ基本同じなので、ちょっと疲れた方、ふーん、そんな感じなんだねと思って聞いていってください。はい、じゃあ運用利回り 5% の場合、iDeCoなしだったら相変わらず何にも拠出しないので何にも将来もらえない、だから何も税金なしですよね。で一方、運用利回り 5% で運用して最後60歳で一時金として受け取るときどうなるかっていうと、同じく2500万円30年かけて積み立てたものっていうのが、なんと5700万円になってるんですよ。すごいですよね。3200万円も利益出てるんですよね。はい、でこの5700万円に対して同じように1500万円の所得控除を引いて、でその金額をさらに半分にしてってやると、退職所得2100万円残ります。やっぱり5700万円も受け取ると退職所得結構ありますよね。で、2100万円に対してじゃあ税率どれぐらいかって言って所得税表を見ると、下から2番目なんで所得税率なんと 40% だから、住民税 10% 足すと税率 50% っていうとんでもないことになって、税金も760万円かかるはかかるんですけれども、同じですね。これでもなおですよ、この受け取り総額5700万円に対する比率で考えると、まあまあ 13% で収まってるっていうことなんですよね。はい、じゃあ期間通算で30年間トータルで見ていくとどうなるかっていうと、まず節税額はさっきと同じですよね。iDeCoやってると360万円節税できましたと。で受け取り時っていうのはどうだったかっていうと、760万円税金がかかりました。あれ？ということはiDeCoをやったら400万円税金がかかる。iDeCoやんなかったら税金払わなくてよかったのに。あれ？皆さん、これ受け取り時の課税の方が拠出時の節税効果で大きくなっちゃってる。確かに税率は受け取る時の方が 13% と低いんだけれども、やっぱり受け取り額がきちんと運用できた場合、受け取り額が大きくなっちゃうので、受け取り時の税金っていうのが結構大きくなっちゃう。あれ？皆さん、こうなるとiDeCoって損ですかね？はい、皆さんすいません、騙されてないですか？大丈夫ですか？はい、さっきの計算にはこの投資利益が入ってませんでしたよね。これもちゃんと合わせて考えなきゃいけないですよね。iDeCoなしの場合だったら何もやってないで投資利益が得られてない、だから税金も何もかかんないよっていう話。一方でiDeCoをやっていると、さっきの場合2500万円入れたやつが5700万円に3200万円上がってるんですよね。でそれに対して税金が
まあ、節税もあり、課税もあり、総裁すると400万円かかっちゃいましたってだけで、結局通算は2800万円儲かってるっていうのは変わらないですからね。皆さん騙されなかったですか？大丈夫ですか？はい。ということで、運用利回り 5% の場合もですね、結局投資利益が3200万円も出ていることを考えると、通算で400万円税金を払うことになっても十分元が取れている。やっぱりこの人はイデコがお得ということになりました。はい。で、具体例 A さん最後のスライドなんですけれども、さっきの話を聞いてですよ、皆さん。実は私たちが本来比較すべきなのは、イデコなしやりじゃなくて、投資をやるんだったら、特定口座でやるべきか、あるいはイデコ口座でやるべきかの比較が正しい比較っていうことになりませんかね。あ、で、NISA はもちろんお得なのでやっていただいていいんですけれども、NISA はもういっぱいいっぱい使っちゃって、で、残ってるお金、さらにお金が余ってるんで、それを特定口座に入れるか、イデコに入れるかっていう比較っていうことなんですよね。はい。これこそが大事な比較ですよね。見ていきましょう。で、投資利益っていうのは、同じ前提にしますよ。はい。どっちのパターンも毎月6万8000円入金をすると。なので30年総額で2500万円入金して、で最後5700万円、運用利回り 5% で回って3200万円の利益で返ってくるとしましょう。はい。で、拠出時の節税はっていうと、特定口座に入金しても節税効果は得られません。イデコ口座に入金すると、累計で360万円の節税効果が得られました。で、最後の課税っていうのは全然課税の計算が違うんですよね。特定口座はこの儲かった3200万円に固定の税率 20% がかかるので640万円です。で、一方でイデコの場合はさっき見た通り、この受取額5700万円に対して税率、実効税率としては計算した結果だいたい 13% ぐらいの760万円がかかりますということなので、税金通算は特定口座の場合は最後に640万円かかって終わり、イデコの場合は途中お得になって最後かかる、ネットすると400万円かかるということで、全部の税後の利益の合計は特定口座は2560万円、イデコ口座は2800万円ということなので、やっぱりこの人にはイデコがお得だよねっていうことになりました。はい、いかがですかね。で、ここからはちょっと次回の話になってくるんですけれども、これ今回 A さんの場合でやりましたよね。で、他にも B さん、C さん、D さんでやっていくんですけれども、ここですね、 A さんは今稼ぎ400万円ってことだったんですけれども、もっと稼ぎが多い場合っていうのは、ここの拠出時の税率っていうのが高くなってくるので、いっぱい稼いでる人はこの節税効果が大きくなってくるので、ますますイデコがお得になるよっていうのが次回の内容で見ていく話になります。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、具体例としてまず A さんに登場いただいて、その A さん皆さんで検証した結果、やっぱりイデコはお得だよねということが分かりました。で、このままですね、他の B さん、C さん、D さんに今日ご登場いただいちゃうと、多分もう皆さん疲れちゃって頭いっぱいいっぱいになっちゃうと思うので、B さん、C さん、D さんのご登場は次回にしましょう。ということで今日は最後ですね、注意点を簡単に語って終わりにしたいと思います。はい、ということで、じゃあ皆さん、ですね、この動画の最初にですね、このイデコを推奨する条件として、60歳まで資金が枯渇しない目処が立っていることっていうのをお話ししたの覚えてますかね。はい。というのも、イデコって60歳まで引き出せないんですよね。だから仮にですよ、60歳までに、例えば50歳のタイミングで、やべえ、金がね、あ、でも俺イデコに金貯めてたんだったなってなっても引き出せないから、その状況がまずいんですよね。だから前提条件としてこの資金枯渇のしない目処が立っていることっていうのを言ってるんですよね。で、まあこれ聞いて、まあまあ確かに言ってることはわからんでもないけど、じゃあどうやって考えるのっていう風になると思うんで、ちょっとここからはもうパセイヨ流です。私はこんなことを考えてますっていうのをお話ししたいと思います。はい。考え方としてはですよ、まあ60歳までにこれから、今30歳の人だったら、あと30年間必要なお金っていうのがあるわけじゃないですか。まあ子供がいらっしゃる方だったら教育費だ、まあ家の賃貸料なのか住宅ローンの返済なのか、あと車持ちの方だったら車にかかるお金とかね。で、そういうのをですよ、60歳までに今後使えるお金が上回っているかどうかっていうので見ればいいのかなと思うんですよ。で、例えば、今から30年間まだ働くんであれば、その労働収入だったり、あとは途中もらえる配当金があるんだったら、そういった資産収入、さらには、まあ今足元で持っている金融資産ですよね。貯金だったり、NISA だったり、特定口座に入っているお金。こういったものが上回っているんであれば、その上回った分、つまり60歳までに使わなさそうなお金っていうのは、せっかくだったら節税メリットのあるイデコに入れたらいいんじゃないかっていう考え方なんですよね。例えば、夫婦と子供の3人家族で、旦那さんが今30歳で年収500万のサラリーマンで、奥さんが専業主婦だとしますと。ね。で、この3人家族、
これからあと30年間60歳まで必要なお金っていうのが、まあ、生活費がだいたい年間250万円で30年になると7500万円で、お子さんの子育て費用にプラスで2500万円、合計1億円も60歳までにかかるみたいな。で、もしですよ、仮に今足元の貯金が例えば400万円で、NISA に100万円入ってるだけだから500万円しかないよっていう方であっても、この旦那さんこれからまだずっと働くつもりがあるんだったら、例えば500万円、30年間これからまだまだ働くぜっていうんだったら、1億5000万円の目処がある程度あるわけですよね。だから、今後60歳までに使えるお金っていうのが、まあ1億5500万円ですか？ある一方で60歳までに必要なお金っていうのは1億円だから、十分60歳まで暮らしていけそう余りがあるから、じゃあその分は税制上お得なイデコに入れた方がいいよねっていう考え方なのかなと思うんですよね。だからね、これ中金のところにも書いてるんですけど、結局、この稼ぐ力、将来までに使える力をどれぐらい見通せるか、その稼ぐ力に自信があるか次第なんですよね。で、これサラリーマンであっても、今500万円もらってるけど、例えばこの会社が倒産した時に同じような条件で転職できるかとかね。で、個人事業主だったらなおさらですよね。今年500万円稼いだけれども、来年も稼げるかな、みたいなところ。だから仮に今、パセイを僕がですよ、脱サラ、今突然して、個人事業主やっていくってなったら、僕稼ぐ力、少なくとも今の年収ほど個人事業主で稼ぐ自信はないので、ここ相当今より低めに見積もると思います。多分今辞めたらですね、僕これ60歳までに必要なお金を賄える自信がないので、もしかしたらイデコやらないかもしれないですね。まあだから今こうやってですね、サラリーマンの傍らこういった活動をして、個人事業主として稼ぐ力を準備しているところなので、ある程度準備が整ったところで、まあ、脱サラするんだったら、その時はある程度自信が持てるんで、脱サラした後もですね、イデコを続けていけるんじゃないかな、なんていうふうに思います。で、あとはこの黄色の方ですよね。この将来の生活設計がどれくらい見えているかっていうのも大事ですよね。はい。で、ここで一つまた我が家の話をすると、私の妻ですね。クララって言うんですけど、ちょっと前回夫婦共演の動画を出して、それで皆さんにクララって呼んでもらえるようになったんで、クララと呼びますけれども、クララもですね、実は新卒で会社に入った時からイデコをやってるわけではないんですよ。なぜならやっぱりまだ結婚もしてないし、でまだ子供も産んでないと。だからどうなるかわかんない、この黄色のところが全く見通せなかったから、だからイデコはやらなかった。この60歳まで資金枯渇しない目処が立たなかったから、その時はイデコを始めなかったってことなんですよね。で、もちろん今私たち2人まだ子供もいないので、この必要なお金って完全に目処が立ってるわけではないですけれども、まあある程度2人で今後の生活設計話して、これぐらいお金かかるかなっていうのがなんとなく分かってるんで、まあだったらじゃあ大丈夫か、イデコやろうってことで、今は2人で確定拠出年金やっているっていうような状態ですね。だから例えば独身の方とかって、まあ一生独身で行くぜっていうんであれば、もうすぐ目処立つんですけれども、どうなるか分かんないなとかっていう方は、ちょっとまだイデコ始められるかどうか難しいですよね。ね、例えばですよ、まあ結婚しました。ね、じゃあ新婚旅行行こう、結婚式やろう、任せろ、俺金ちゃんと貯めてるからって言ってるのに、あ、まずい、俺全部金イデコで貯めてた、60歳まで引き出せない、ごめん、新婚旅行60歳まで待ってもらえるって、そんなわけにいかないですよね。だからそういううちはまだイデコ始めない方が安心なのかなって思います。そういう場合はですね、引き出しの年齢制限のないNISAだったり特定口座で資産形成しておくのが安心かなと思います。で、あとはFIREを目指す人ですよね。ファイヤーをするってことは早期退職するっていうことなので、60歳よりも前にお金をどんどん取り崩していくっていうことになるんですけれども、そういった人でもイデコって使えますよ。これはですね、過去動画でやってますので、詳しくは概要欄にも貼ってますので、そちらも見てください。はい。で、最後ですね、この動画の途中でも言ってきたんですけれども、このシミュレーションはですね、イデコをすべて一時金として受け取るっていうことを前提にしてます。イデコって受け取り方2つあるんですよね。一時金として全部一括で受け取るよっていうパターンと、あとは年金っていう形で、まあ、10年とか20年に分けてちょっとずつもらうよっていうパターンもあるんですよね。ただ一般には一時金で受け取る方が、その受け取る時にかかる税金を少なくできるっていうことになっているので、今回は一時金受け取りにしました。厳密にはですね、それらの組み合わせにした方が有利になることもあるんですけれども、まあいずれにしても結局イデコが有利な方向に傾く話なんで、この動画イデコがいいよっていう結論には影響ないかなと思ってます。で、あとは会社から退職金をもらう人っていうのはちょっと注意が必要なんですよね。というのは、会社から受け取る退職金とイデコから受け取る一時金っていうのは合算して、それらに対して退職金1回しか使えないんですよね。で、その対策としては、そのイデコの受け取りと会社の退職金をずらすっていうことをすれば、退職所得控除っていう魔法みたいな制度を2回使えるので安心できるよっていうことですね。詳しくはちょっとまた別の動画で話したいと思いますが、興味ある方は動画止めてこちらご覧ください。
はい、ということで本日はですね、 A さんに登場いただいて、一緒にこの A さんにとってイデコがお得かどうかを見てきた後、最後注意点を話してきました。次パート2の動画では B さん C さん D さん、たくさんの方に登場いただいて、いろんなシミュレーションをやっていきたいと思います。はい、本日も最後までご視聴皆さんありがとうございました。このチャンネルではこのようにファイヤーの情報を中心に発信をしております。私パセイオはアラサーの男性、夫婦共働きでして、東大を出た後商社に入って会計士を取って、今は4000万円の資産を築き、2025年1億円を目指しています。そして新たな仲間を作ってファイヤーという生き方を楽しみたいという新しい目標に向かって今頑張っているところです。本日もご視聴ありがとうございました。これからも資産形成お役立ち情報を発信していきますので、パセイを応援してるよという方はぜひチャンネル登録お願いします。ではまた。